が始まってもう2年半ぐらい経つじゃないですか。でもやんなっちゃって、本当に配信ライブもやりました。で、皆さん付き合ってくれました。私たちを生かしてくれました。2021年も各地に細かく回りました。皆さんに会いました。皆さんまた生かしてくれました。で、2022年もツアー回らせてもらってます。今もこうして、で、東京ファイナルっていうのはコロナの中でコネボーンが挑戦する最大規模のワンマンライブなんですよ。皆さんに生かされてここまで来たわけだから、背中を押してもらって挑戦したいと思ってるんで、もしよかったらその挑戦を見に来ていただけたらなっていう話でした。もしよかったら来てください。いつもすごく元気をもらっています。ライブ感があるその場にしかいない空気感とか、涙が止まらない。いや、もう最後の苦労したんだ。最後は笑って元気をもらえる。いや、もうたまんねーって感じですね。いや、CD いいんですけど、ライブは来ないと伝わらない何かが絶対あると思う。